今回紹介するのは「ポケット六法平成29年版」という本です重要法令は大文字三章条文付き読みやすく有機的な学習ができるしなやかな造本を実現上部で開きやすい詳細な総合事項作品キーワードから探したい条文まで飛べる小冊子 有非核六の使い方、方読み方を贈呈初学者でも条文を使いこなせるようになる民法再建法改正法案の別冊本ポケット六法にもデイリー六法にも民法再建法改正法案の別冊本が付属しますそこでポケット六法版とデイリー六法版とで別冊本の同じところと違うところを 上げてみました同じところ新旧の条文が掲載されており新旧対象表のように読める違うところポケット六法版には参照法上が掲載されているデイリー六方版には参照法上が掲載されていないポケット六法版には民法の全条文は掲載されていない主要改正箇所のみ掲載デイリー六方版には 民法の全条文が掲載されている改正箇所以外も掲載。結局、一長一短です。普段は法律とは関係のない仕事をしていて、時々法令を参照する程度に利用しています。 本書書以外の類書を確認したことがない私の感想です。見出しや本文は読みやすい。持ち運ぶのがとても容易なので、外出先などでも利用できる。サイズはコンパクトなので、デスクの上にノートパソコンや他の書類などを広げたままでも本書を開いて邪魔にならない。外箱のデザインが厳命し少なくておしゃれ。実務家には不満な点かもしれません。あと ネットでいつでも法令が参照できる環境にいたとしても仕事や学習で条文を確認しないといけない人は買っておいて損はないと思います確認したい条文の前後を閲覧したり関連する条文を探す場合にはネットよりも書籍の方が利便性が勝っています以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。